ジョバスクリプトオブジェクトのタチオン JSON、JSON、ジョバスクリプトオブジェクトのタチオンは軽量なデータ、記述言語の一つである。構文は、ジョバスクリプトにおける、オブジェクトの表記法をベースとしているが、JSON はジョバスクリプト専用のデータ形式では、決してなく、様々なソフトウェアやプログラミング言語間における、データの受け渡しに使えるよう設計されている。JSON は、 ウェブブラウザなどでよく使われている ICMA-262 リビジョン3準拠の JavaScript をベースとしている。2006年7月に RFC4627 で使用が規定され、その後何度か改定され、2017年12月14日に IETF STD90 及び RFC8259 及び ICMA-4042 ND エディションが発表された。 マイムタイプはコディチェ1、拡張子は JSON とされた。IETF およびイクマの使用の改定の歴史。JSON は JavaScript におけるオブジェクト表記法のサブセットであるが JavaScript での利用に限られたものではない。JSON は単純であるので特に AJAX の分野で利用が広がりつつある。JavaScript で JSON をパースして読み込むには 文字列を JavaScript のコードとして解釈させるコディチェに関数を作用させるがでよい。このように広く普及している Web ブ,ブラウザ搭載言語である JavaScript で簡単に読み込めるため AJAX の開発者たちから注目を浴びることになった。JavaScript 言語以外でもほとんどの言語において JSON は単純な処理で書き出しや読み込みができる。また実装された プログラミング言語数は YAML より多いと言われる。そのため JSON は異なるプログラミング言語の間でのデータの受け渡しには能率的である。Web アプリケーションの場合において Web クライアントでの JavaScript とのデータの受け渡しなどその際たる活用例と言える。プロセス間通信、マシン間通信においても素結合にするため JSON で情報を受け渡しすることもある。 ダグラス・クロック・フォードは、ジョバスクリプトのプログラマで、ジェイソンを広めた一人だが、ザ・ジェイソン・サーガと題したプレゼンテーション中で、自分は、ジェイソンと名付けたが、考案者ではなく、それ自体は、自然に存在していたもので、早い例としては1996年には、ネツケイップナビゲーターで、データ交換用に使われていた。だから、発見したということになるのだが、 発見したのも自分が最初ではないと言ったように述べている。以上のことを縮めて JavaScript のオブジェクト表記法から JSON が発見されたと表現されている場合がある。JSON で表現するデータ型は以下の通りでこれらを組み合わせてデータを記述する。コディチェ3、コディチェ4、コディチェ5などはすべて小文字でなくてはならない。 数値は10進法表記に限り、8進、16進法表記などはできない。また、不動小数点数としては、コディチェ9といった指数表記もできる。文字列は、ジェイソンそれ、自体と同じくユニコード文字列である。基本的には、ジョバスクリプトの文字列リテラルと同様だが、囲むのにシングルクオートは使えない。バックスラッシュによるエスケープがある。配列は、 0個以上の値をコンマで区切って角カ,カッコでくくることで表現する。例えば以下のように表現するミルク、ブレッド、エッズ。オブジェクトはキーと値のペアをコロンでタイにしてこれらのタイをコンマで区切って0個以上列挙し全体を波カッコでくくることで表現する。例えば以下のように表現する。ここで注意することはキーとして使うデータ型は 文字列に限ることである。したがって、という表記は許されない。この後者の表記は、JavaScript のオブジェクトの表記法としては正しいが、JSON としては、不正な表記である。RFC8259 より、閉じられたエコシステムで利用する場合を除き、文字コードは UTF-8 でエンコードすることが必須、マストとなっている。ネットワークで JSON を送信する場合は、 バイトオーダーマークを先頭に付加してはいけない、マストモット。過去の IETF の仕様では、JSON テキストはユニコードでエンコードするとされていた。デフォルトのエンコーディングは UTF-8 であった。なお、単独の文字列でない限り最初の2文字は必ず、ASCII 文字であるので、最初の4バイトを見ることにより、UTF-8、UTF-16LE、UTF-16BE、 ut 回 -32le, ut 回 -32be のいずれの形式でエンコードされているか判別できた。Ajax において、ゼメルズとプリクウェストで非同期に JSON でのデータを受け取る例を示す。バルザオブジェクトバル http リクエストイコールニューゼメルズとプリクウェスト、http リクエストアンデリストピチェンジイコールファンクション バルザオブジェクトバル http リクエストイコールニューゼメルズトプリックエスト http リクエストリスポンスタイプイコールジェイソン http リクエストアデビンテリシナー http リクエストセンドここでいずれもコディチェ10はゼメルズトプリックエストオブジェクトでありそれをコディチェ11にアクセスして帰ってきたジェイソンで記述されたデータを コディチェ12に格納される。今、ゼメルズとプリクエストを用いて実装したが、イフレームなどの他の実装方法もある。また、JavaScript ライブラリーのプロトタイプ JS では、HTTP のコディチェ13ヘッダーを利用して、簡単に JSON データの受け渡しができる。JSON は多くのプログラミング言語で利用可能である。例えば、アクションスクリプト C、C、 C ian, isp, le, D、コールドフージアン、コモンリスプ、カール、ディゲンゴ、デルファイ、E、アーラン、グルービー、ハスケル、ジャバ、ジョバスクリプト、リスプ、ルア、ML、オブジェクティブ、C、オブジェクティブキャンル、パール、PHP、パイソン、R、リーバル、ルビ、スカーラ、スキクなど。楽しくご覧になりましたら、高読と良いです。クリックしてください。